ウルシカ・ジョルニルは、スロベニアのジャレツ、出身の柔道家。階級は 63kg 級。身長 173cm。裏投げや、つか投げなどを得意とするパワフルな選手である。また、十字型をはじめとした寝技も得意にしている。段位は5段を取得。スロベニア軍のスポーツ班に所属している。また、チェリエに位置している三角柔道クラブの一員でもある。 幼少の時からピアノを習っていたが、10歳になると柔道を始めた。ワールドユースゲームズの優勝をはじめとして、ヨーロッパジュニアでも2度優勝するなど、ジュニアの頃から活躍していた。2001年には当時としては、珍しい賞金付き大会である、グランプリセビリア決勝で、日本の谷本歩を破って優勝した。しかし2004年アテネオリンピックでは、 スロベニアの柔道選手としては初となる銅メダルを獲得している。2005年の世界選手権でも3位となった。その後2007年と2009年の世界選手権では5位、2008年北京オリンピックでは7位とメダルを獲得するまでには至らなかった。2009年にはかねてより抱えていた左膝の全十字人体損傷に加えて右膝の人体も負傷したことから、 それまで避けていた手術を受けることに決めた。2011年の世界選手権では準決勝で日本の上の順位に敗れたものの、6年ぶりに世界選手権でのメダルを獲得した。2012年7月のロンドンオリンピックの際には、以前から指導していた若手有望株のティナ・トルステニャクを打ち込み相手に指名した。オリンピックでは、初戦から3戦連続で十字型を極めるなど、 オール一本勝ちで決勝まで進むと中国の女霊霊を技ありで破り金メダルを獲得した。引退後はスロベニア男子代表チームのコーチとして尽力することとなった。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは自身に続いてトルステニャクが 63kg 級で金メダルを獲得した。 スロベニアのような小国がなぜこれほどの成功を収めることができたのかとの問いに対して、スロベニア柔道が現在あるような礎を築き上げた、コーチのマリアン・ファビアンのおかげに尽きると回答した。ありがとうございます。